一人に手紙をもらいました。ちょっと私たちへのメッセージが書いてあります。日本語でどうもありがとうございますって書いてあります。あればお願いします。今お気持ちとしてはお母さんに会いたい気持ちと、あとこう一緒にずっと取材をしていた記者たちを前にどういう思いですか？なんかお手入れあまはんばわらおごろかるくだはなであくながらまきやのたわまとおごろあくるのさかんかるのはジャパンだって。ええ、はまでままぎへらビデオへけてるんですかって、はまでまきやのあんまりごだまあ、でウェディングが買うだから、メグラインで、ペンランドプロ、メセンセ、メミディア、エクトゥエラ、メカルナディン、フォリナス、ラテミナスファダーレネ、メワゲディワルノエン、ネワテ、ウィシュマウィンウィンカルナサテネテ、エクトゥマタンプロワン、ヘムウッサイブラマグランドドクルナ、ムカデアカウネマタサダレアコリ。立つ前に入管に対して何か一言をお願いします。でも立ってあこれだらけだなおめでとう。めっちゃこんでピリクラバラグルっていうの。エゴランテバベティングマラガン。今回にその法務大臣とか佐々木長官に対して最初に会ってから今までに至るまでの気持ちの変化みたいなものはあったでしょうか。それはその法務大臣に対しての。インタビューからでも今までの中でね。මුලින්ම දැනෙන විදිහ දැන් දැනෙන විදිහ අතර කිසි වෙනසක් නැහැ. මට ඒගොල්ලොත් එක්ක තියෙන සෑහෙන කේන්තිය මොකද අක්ක නැති වුණේ ඒගොල්ලන්ගේ ආයතනයක් ඇතුලේ. ඒගොල්ලෝ කිසිම වගකීමක් ගන්න නැහැ. මේ වෙනකම් මම පරීක්ෂණ දීලා නැහැ. මම වාර්තාවක් දීලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ මොනවද මේ වෙනකම් කරන්නේ? දැනට නැති මාර්තුමලට හයිවින්ද නැති වෙලා. තාම නිහඬයි. で、明日上川大臣がおそらく会見をするので、一番ワヨミさんがやっぱり伝えられなかったことを代わりに伝えたいと思うのですが、制度を変えるためには一番大切なのはビデオがすべて開示されることだと思うんですが、そのことを含めて上川さんに向かってこういうメッセージとしてお話しいただけますか。メーマルネワガキマガンデマルナワルタワデンデමේක පිළිගන්න ඕගලඟ ඇතින් වරදක් වුණා කියන එක කල් ගන්න එපා මෙච්චර. ඇයි මෙහෙම මේක හංගන්නේ? සත්‍ය හංගන්න එපා. සත්‍ය එළියට දෙන්න. 日本の方たち、いなくなった後も応援続けたいと思います。テレビとかこう見ている人たちに対する言葉ですね。メッセージももう一つお願いします。ウィシュマさん、ダーネウェピナカン。ヘモーマメヒティアワゲームインデッアワサーネウェネテクマ。マン、イルナノエモゲーム。ウィシュマに正義を行うために16日にスリランカにいらっしゃった時にリモートで会見をされてるんですね、はい、でその時の記録を読むとお母さんがスリアラタさんがですね娘は なぜ死んだのか、病気になった原因が知りたい、ビデオや書類が見たい、入管で死亡したのに、なぜ入管だけで調査しているのか、警察が入るべきではないっておっしゃってて、でそれからもう5ヶ月も経ってもう日本にもいらっしゃってですね、で全然進んでないと思うか、いや少しは進んだと思うか、どんなふうに思ってますか。なんかお母さんが言った話がずっと今まで続いてる。あんまり言ってても構えてやめてやめバラダウェイなたのまえいあっかげまるのパリクシネカレエゴロクンゲコービンウィドバーベビデオをほんの少しご覧になったということで最初報告も出ましたけど、いやまあ少しは進んだとお考えになるか、いや全然進んでいないとお考えになるか、どんなふうにお考えになりますか。分かってイスラエルギーラネニトワダマナギサティデカムビデオエクスイルエマタアタテイルエマギャンマテギーラレンネメガネカタワメガネカタワネエゴランギンキシマほんとピリトラタームウェイのカラブレネマギヒテテサレネネネイチマノダステコリトナダステナイシーユーバーベアテネティパリクシャネカラニーバルーラナマディアワネ入国管理局側のスゴーネのいいところだけで編集して死因もまだはっきり分からない状況で
で、これまでに入管庁や長官や職員、あるいは法務大臣と会って、で彼ら彼女たちは一応その謝罪の言葉のようなものは伝えたと思うんですけども、はっきり死因すら分かってない状況で伝えられた謝罪っていうものは心のこもったものなのか、あるいは責任を果たしたものなのか、そういう本当の謝罪っていうものを受けたというふうに思っていらっしゃいますか。それが私よりも皆さんがご存知だと思っておりますと思います。我々の人生では本当の謝罪だと思わなくて。それは皆その向こうの方たち。今日本の新しい総理大臣を決める選挙が行われてるんですけど。新しい日本の総理大臣に向けて求めたいこと、メッセージあれば教えてもらえますか。サーダールのメーカーとバレラカテトカランデ、アカテユクティエシテカランデ、メワゲネワティミグレーションネケディワカランデパン、メケワガキマラギネ、メアカゲアカサーダーネカランデ、ケラタマイランデ。この国が、この国の入管がその程度の対応しかできなくて本当に申し訳ないという気持ちでいっぱいなんですけれども、今帰国を前にして日本に対する印象変わりましたか。スリランカに戻ったらメディアの関心も高いと思います。どういうことをスリランカのメディアの方とかにお伝えしたいですか。裁判の前に一日も早く真相究明、それから情報をちゃんと出してほしい、ビデオを見せてほしいという気持ちが強いと思うんですけれども、はい、それについてはどうでしょう。